約 -24 も、二の空軍博物館の約 -24、約 -24 は、ソビエト連邦で開発された、唯一の総発タンデムローターのヘリコプターである。NATO コードネームは、ホース約 -24 は、それまで、ヘリコプター専用ではなかった、ヤコブレフ設計局で、中型のミルミマイナス4を保管する、大型輸送ヘリコプターとして設計され、 試作初号機は1952年7月3日に初飛行した。本機は 1700HP の種別オフアッシュマイナス82、ボルト製型エンジンを装備し、通常のソビエト連邦製ヘリコプターとは異なり、タンデムローター配置をしており、レッタシュシバゴン空飛ぶ客車というあだ名を付けられた。 約 -24 のエンジンとトランスミッションはすでに単発のみマイナス4で実証されているものと同じものであったが、約 -24 では成功した設計とはならなかった。2機のエンジンは、おののが片方または双方のローターを駆動できるように繋がっていたが、この構造は強烈な振動を引き起こした。問題が部分的に解決した後、 新しいヘリコプターの量産命令が出され1955年から生産が始まった。1955年7月に初めて一般に公開され、1955年12月17日には 2000kg を 5082m までと 4000kg を 2902m まで持ち上げて2つの米ロード世界記録を樹立した。 約 -24 の正確な生産数は定かではないが技術的な問題により生産数はわずかだったと思われる。大型輸送ヘリコプターへの要求はこの時点で成功策の見るみマイナス6で満たされていた。約 -24 の生産数で最も頻繁に言及される数値は100機であるがいくつかの情報元では40機という数値が述べられている。また、 旅客機型の約 -24A は実際には生産されなかったとも言われている。単動型の旧座席 VIP サロン型の約 -24K と強力な 2700HP ターボシャフトエンジンを搭載した39席の民間型約 -24P の2機種が提案されたが製造はされなかった。最初の量産型約 -24。 陸軍輸送ヘリコプターは30名の空挺兵、単価18章または 3000kg の貨物を運ぶことができた。1958年からは、全金属製のより大きなローターと、全金属製の胴体になった改良型約 -24U になり、これは40名の兵員または2台のギャス -69 か、対戦車砲を含む 3500kg の貨物を、 運ぶことができた。1960年からは30名の乗客を乗せることのできる民間型の約 -24A が少数生産され、この機は5 0 0 0ラムの外部吊り下げ能力を持つ空、飛ぶクレーンとしても使用された。ありがとうございます。